もうやだ、こんな残りは3名です3名です、はい、残りの3人から選びたくないこれ麻雀遊戯王。皆さんこんにちは、麻雀遊戯王のお時間です。私麻雀大好きアシスタントの渚です、よろしくお願いしますそしてこんにちは、イーピンくんです。そしてこんにちは、日本プロ麻雀連盟の渡美由美です。今回も大谷プロに来ていただいてます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ大谷プロ、ちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、大谷プロのですね、お仲間、お友達、仲の良い、はいはい、プロ雀士の方はどなたかいらっしゃるんでしょうか。あ、そうですね、あの、まあ、Mリーグ出てる人だと、はいはい、高宮麻里とかはすごく親友です。あ、めちゃくちゃ仲良くて、はい、あとはよくその麻雀の話とかするのはこの番組にも出てくれてた白鳥翔プロとか。ああ、白鳥プロがすごい仲いいです、うん、はい、白鳥プロはいろんな方とも仲がいいんですね。白鳥プロとどんなお話されるんですか。麻雀の話しかしないです。あ、すごいですね。はい、この高宮プロとはどのようなお話されるんですか。高宮さんとは逆に麻雀の話はあんまりしなくて、普通にもう多分割と女子トーク。ああ、なるほど、まあ、そうです。多いかなって感じです。そうですよね、やっぱね、はい、あの女性で集まればまあ女子トークに展開されますよね。そうですね、まあ、人によってはマージャントークになる女性もいますけど、基本やっぱり女性同士だとマージャンの話よりも女子トークの方が多いことが多いです。なるほどなるほど、はい、遊びに行ったりとかするんですか。あ、高宮さんとはちょいちょい洋服買いに行ったり、ご飯食べに行ったりとか、あ、旅行行ったりとか。いい、いいですねわあ、旅行行くって本当に仲のいいですね。そうですね、はい、すごいね、こう泊まる時にね、寝る前に一曲打ってから寝ますかみたいな。あの、二人でしょ。やっちゃいますかみたいな。二人マージャンやっちゃいますかみたいな。うん、それはあんまりなんない。そうですよね。はい、旅先ですもんね。そうですね。そうでした。はい。いや、そんなね、仲のいい M リーガーの方もいらっしゃるということでですね、今回はそんな M リーガーの方をちょっとたくさん起用した企画をご用意しましたので、こちらをやりたいと思います。題してクイズ、マージャン打ってるの誰だ。さあ、来ました。どういう企画かと言いますとですね、はい、今から6人のプロ雀士の方の写真が出てきます、はい、その中でですね、一人だけ麻雀牌を持って麻雀をしている方がいらっしゃいます。皆さん手元隠されてますよね、はい、はい。その方を写真の雰囲気などから推測して当ててほしいというクイズですね。へー、はい、なるほど、はい、この中で麻雀をしている方は1人、はい、あとは皆さん麻雀をしていません、何か別のことをしています。うん、さあ、マージャンをしているのは誰でしょうか、うん、というクイズでございます、うん、ということでですね、今回は今まで出ていただいた、プロ雀士の方々の中から魚谷プロと同じ M リーガーの方をですね、はいはい、リミックスしてチョイスいたしましたので、はい、こちらの方をご紹介していきたいと思います、はいはい、まず出ていただくのは瀬戸熊直樹プロですね、そして勝又健二プロ、松本義弘プロ、近藤誠一プロ、石橋信弘プロ、朝倉光進プロという6人の方に出ていただいております、うん、はい、ではですね、まず最初に全員の写真を一斉にお出ししましょう、はい、さあこちらです、どうぞ。さあ色とりどりに出ております。懐かしい写真たち、はい、そうですね、渚さんは以前最低でも1回は見ているはずなので、はい、どなたが、はい、持ってるかなどは分かってると思うんですけども、今回ですね、若干写真が変わってる方もいますので、はい、もしかしたら今まで持ってなかった方が持ってる可能性もあったりもしますね。はい、楽しんでいただきたいと思います。さあさあさあ、全然わかんない。これは麻雀打ってるポーズじゃなくても麻雀牌を持ってるかもしれないってことですか。可能性はあります、はい、皆さんですね、あ、上上げてるとかですね。そう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 、雰囲気や表情などから推察していただきたいと思います、うん、ではですね、改めて今回出ていただいている6人の方を1人ずつご説明していただきたいと思います、はい、まず1人目、瀬戸熊直樹プロですね。チームライデンに所属しているプロでございます。もう連チャンをかけることが多く、連チャンのかかってる間はくまくまタイムと呼ばれるというですね、はい、ちょっと可愛らしい名付けられ方をしているんですが、一度上がりだしたら止まらないという実力を持つプロでございます、はい、さあ続いてのプロはこちら、勝又健二プロですね、はい、巧みなゲームメイクと麻雀知能が非常に高いところから麻雀 IQ220 という異名を持つ非常にデジタルな麻雀を打たれる方でございます。さあそんなプロですが、今回は麻雀をしているのかしていないのか。松本義弘ですね。カメラ目線なんだよな。カメラ目線の松本プロ、以前、高校球児で甲子園も目指していたというですね、文武両道
もうですね、地で行く松本プロでございます。さあそんな松本プロ、今回は麻雀をしているのかしていないのか。近藤誠一プロですね、チームフェニックス所属、魚谷プロと同じチームに所属している近藤プロでございます、はい。質実豪健なですね、麻雀を打たれる近藤プロ、最高位やモンド名人戦などでもですね、成績を様々残しております。さあそんな近藤プロは麻雀をしているのかしていないのか。石橋信弘プロですね、石橋信弘プロはチームパイレーツ所属でございます。様々なタイトルを獲得している、まさに実力が申し分のないプロでございます。さあそしてですね、奥さんもプロ雀士ですね、夫婦揃って麻雀の実力があるというこの石橋プロですが、果たして麻雀をしているのかしていないのか。朝倉方針プロでございます。朝ピンというですね、ニックネームで呼ばれる朝倉プロですが、オンライン麻雀などでもものすごい強さを発揮しているですね、もうゲーマーとしてもものすごい実力を持つプロでございます。そしてチームパイレーツに所属しておりまして、さまざまなタイトルを持っております。果たして麻雀をしているのかしていないのかという、以上6名でございます。まず2人排除できそうですね。誰ですか？勝又さんと近藤さん、はい。それは、なんでまず勝又さんは見てるものになんか愛がない、はい、愛がない、愛がない、麻雀牌じゃない。麻雀牌だったらもっと愛を持って見てるはずだと。もっとなんかぽにゃーんって感じで見てるんで、これは麻雀牌じゃない、ないと、はい。では近藤さんは、誠一さんは、なんか、はい、麻雀牌より大きいもの握ってそう。まあ純粋に見えてますもんね。大きいですからね。あ、大きいですか？あの丸が、丸が、黒丸が大きいです。黒丸が、でも黒丸がも大きいんですけど、はいはい、手の形が、はい、ああ、なるほど。そう。なるほど。はい。もし持ってるとしたら EP 君ぐらいのデカさに。そう、EP 君ありますか？多分 EP 君かも、でかい牌かもしれないな。じゃあこの他の4名の中で、じゃあどなたかにちょっと絞っていただいて。まずも確実にない方から当ててもいいですし、はい、はい、これだっていう方は言ってもいいです、はい。はい、消去法で多分決まったんですけど。あ、決まりました。さっき言った理由で、はい、勝又さんと誠一さんがまずない、はい、まずない、うん、で、はい、画面をアップにしたら、はい、石橋さんの表情が、はい、こんな表情してる、はい、石橋さんは麻雀に強いはずがない。なるほどなるほどちょっとボヘーっとしてる感じがあった。ボヘーっとで、はい、サピンは、はい、ちょっとどっか遠くを見てる、なんか石橋さんは嫌そうなものを見てる感じなんです、ここにある手元にあるものを。なるほど。で、朝ピンはどっかちょっと遠くを見てるから、はい、やはりお二人とも麻雀に対する愛がないということですね。あの麻雀牌を持ってるような見つめ方ではないということですね。見つけ方じゃない。なるほど。ということは残ったのは瀬戸熊プロか松本プロですか。はい。ただちょっとごめんなさい、朝ピンはちょっとあるかもしれないと思いつつ、はい、瀬戸熊さんは、はい、これはもし麻雀をやってたらもっと気合の入ってる顔をしてるはずです。なるほど。いつもやっぱり気合こそ瀬戸熊直樹みたいなところがあるんで。なるほどなるほど。これはちょっと気合がまだ足りないんじゃないか。くまくまタイムとは言えない言えない言えない。ノーくまくまタイム、ノーくまくまタイム、つまり松本くんです。わかりました。じゃあ松本プロ、これもう一発正解かもしれませんね、うん。じゃあこれを開けてみましょう。松本プロは麻雀をしているのかしていないのか。残念、松本プロは丸の判定を出しているのか正解です。何これ目の形的にはそうだけど、してませんでしたね。これはもうおそらくあの陸上の走り幅跳びかなんかの判定をしてる。判定してるんだ、はい、真剣だもんね、はい。でもあまりに綺麗な踏み込みだったので、うん、思わずかっこよく丸出しちゃったっていう。出してきましたね、はい、やっぱ元は、ね、アスリートですから、はい。ということで松本プロは違いました。残る5人、さあ誰が麻雀してるでしょうか。まあ、アスピンは、はい、多分ちょっと麻雀牌持ったけど写真撮られるって言って挙動っちゃった、はい、ちょっとコミュ障的なやつかなと思って、はい、すごいよ軽い実利予想、うん、俺麻雀牌だ。わかりました。じゃあ、朝倉プロは麻雀しているということですね、はい。じゃあ朝倉プロ見てみましょう。残念、朝倉プロはコーヒーを入れようとしていたんでした。何持ってんねん、すごい目がうつろ、目がうつろ。そうですね、多分これ寝起きなんでしょうね。寝起きでちょっと寝ぼけまなこの中で、あーこれお祝いだかなって言って、これからコーヒー入れようかなのタイミングがこれです。これですね、はい。わー、ティファールすぐ湧くわ。おかしいな。さあ、残りは4名でございます。じゃあ分かった。
これは分かりました、はい、これはまだくまくまタイムに入ってない時の瀬戸くまさんです。あ、なるほど、なるほど、まだこれくまくまタイムに入る瞬間ですね、寸前のこの、いや、くまくまタイムこれから入るぞっていう時のちょっと直前みたいな、なるほどなるほど、はい、じゃあこれから目つきがらっと変わるじゃないですか。そうです、はい、わかりました。じゃあ瀬戸くまプロ見てみましょう。瀬戸くまプロマージャンしてるのかしてないのか、残念、瀬戸くまプロはファールフライを取ったが正解でした。何これ、てかみんな結構そのままじゃないですか。マージャンファールじゃないの、こうやってノクマクマ、そのままじゃん。ノクマクマ、瀬戸くまプロは、そうですね、あのこのすごく綺麗にフライが取れて、おー本当に球入ってんのかなってまず確認した時から、ね。やだ、こんな残るは3名です。はい、残りの3人から選びたくない。これあの皆さんそう言われるんですよ、あの、うん、白鳥プロも、うん、二階堂プロもこれをやってもらった時に、うん、こんな人に麻雀牌持ってほしくないとか、麻雀牌を持ってる姿は許されないみたいな言われるんですけども、残念ながらこの3人の中に持ってる方がいるんです。じゃあ除去していいですか。除去しましょう。さすがに誠一さんはこんな手してパイ持たないから、はい、誠一さんじゃないから誠一さん見ましょう。はい、わかりました。じゃあ誠一さんは違うということで、違う、コンドプロは違うということで確認しましょう。わ、うん、かりました、ではコンドプロ持っているのか持っていないのか正解。コンドプロはですね、何を村娘を拉致しようとした悪者を成敗しようとしてるんです。はい、てか似合いそう、これむしろやってほしい。、はい、ちょっとかけてほしいですね、これ、うん、これはあの非常にマッチした一枚だね。確かにすごいマッチしてる。、うん、はい、さあ残るは勝俣プロか石橋プロです。さあどちらでしょう。どっちもハイに愛がない。ハイに愛がない。だとしたら説教になっちゃいます。いや私はでもやっぱり勝俣さんはうちの団体の先輩なんで、はい、で麻雀愛をすごいよく知ってるんですよ。なるほど。さすがにこんな愛のない顔で麻雀牌持ってない。なるほど。勝俣さんは違う、持っててほしくないということですね。持っててほしくない。わかりました。では石橋プロを見てみましょう、はい、石橋プロ持ってるのか持ってないのか、残念、石橋プロはフォークボールの研究をしているでした。何これ、一番ファンが良かったのか、ね、フォークボールの研究、フォークボールですね。フォークボールの研究をして、ね、はい、これどうやったらフォークボールがいいのか打てるかなってこう考えて、これを投げて、これを松本プロが打って、それを取ったのが瀬戸熊プロです。一連の流れでございました。これ石橋さん相当多分野球できないですね。表情的に、ね、うん、はい、ちょっとあの指のこの股が裂けかかってる。大変そう。ということで信じたくない現実ですが、勝俣プロ見てみましょう。はい、いや多分持ってないんだよ。ああ持ってる。勝俣プロはうつろな目で麻雀牌を持っているが正解でしたね。これ相当な牌引きましたね。これ相当嫌いな牌引きましたね。このタイミングでこれ来るみたいな。みんなこれ見てたんですか。皆さん、ですね、勝俣プロはまた違う写真があったりもしたんですけども、ね、今回は新しく初おろしです。初おろし、勝俣プロ初おろしです。はい、いやちょっとこれすごい、最後まで分からなかったのすごくないですか。そうですね。すごい、あの勝俣プロに対する愛が強すぎるが上に、うん、はい、故にこう回答できなかったということですね、うんうん、できなかったですね。残念でございました。ただ最後まで残ったのは本当にすごいと思います。本当にすごいと思います。すごい、はい、とですね、このような形でいろいろな方にですね、プロデューサーの方にお願いしてるんですけども、大谷プロちょっと1個お願いがあるんですけども、はい、このクイズの写真側で出ていただけませんか。やりましょう。やりましょう。ありがとうございます。私は騙します、みんな。わかりました。これできればあの持ってるバージョン持ってないバージョンで2枚撮っていただいて、はい、騙します、はい、うつろな目でうつろな目でぜひマージャンパイ持っていただけるよろしくお願いいたします。はい、お願いします。わー、よかった。これでまたいろんな方のいろんな表情が見れますね。はい、それではこの、こちらのクイズもですね、また引き続きやっていきますのでよろしくお願いします。ということで今日はここまで。またねー。